違い探しや。これ今言うてんやな、入ってくるときにこれは俺の家やぞって、うん、な何してくれてんねんとドアの手前で、うんうん、俺の家やぞ言うんやったら気づくはずやねんな。7、8個もポジションが変わっとったりとか何かしら変わっとったら、うわ泥棒入ったんちゃうかなとか変な違和感に気づくはずや。あんこしやーすといえど、うん、そこも分かるはずやねんな、俺の家やったら。なるほどね。何個やったっけざっくり。8、9、10。なんでそんな。だから全部を全部まあ当てなあかんけど、自分の家で。ただでも、まあな、初回やから、うん、まあ、3個。なんで妥協されとんの。俺は意味が分かんない。何やねん、これ。3個分かってるから、ほんまに、うん、よし。意味が分からないんだけど、そので、もしこれ外れたら出ていけ。殺すぞ、お前。なんでやねん。リアルで、もうこれ、この部屋の中ってこと。この空間。この空間。うん。前傷あった、そのヒゲの傷が治っとうとか、それはもう脳幹。それ治るやろ、一週間。それちゃうもん。ちっちゃい。そういうのとかではなくて、普通の空間。心力なめんなよ。え？あのリアルにじゃあ賞金として、うん、5個半分分かったら5000あげる。これ、これリアルやんな。これ100万とかやったらちょっとあれやけど、5個分かったらリアル。変わっとうとか意味が分からへん。そのちょっと違うとかやったら俺分かる。何？ただこれちょっと、これ、いや、みかんの缶がここにあったのがここに行ってる。おいよ、正解正解。ああ、そういうこと。うん、そういうこと。ただちょっと、あげろ、これタイマーお願い。ちょっと待って、追加ルール増えてきてるやないかい。じゃあ、始めますね。いや、ちょっとほんま、いや、まあその、待て、限度があるから、1週間探されるのも困るから、こっちも。誰が1週間回し続けるんだよ。なんで俺が付き合うの、それに。アホか。だからその、3分3分です。3分。いや、10個やからな。のうちの半分で5000円です。ミスったら、間違えたら、1個減ります。うん、なんでやねん。なんでやねん。間違えたら0だよ。いや、そりゃそうよ。なんでやねん。あ、いや、だって。いや、数打たらあかんやろ、こんなん。あ、ノーリスク、ハイリターン。俺、ハイリスク、ノーリターン。お前が勝手にずっとしとんの。やってくれや、これ言うて、俺、リスク俺が書いてるわけじゃん。お前が勝手にしたら。ずっとブロール震えとうから、うん、で間違えるたびにゼロになります。でも10個あるから、でも分かったよ。みかんと玉ねぎバリの違いやから、細かいわ。そひっくり返っとうとかなっても分からへんで、ね、それは。もう始めます時間。いや3分はやめようよ。3分はちょっとこれ無理やって。それはさすがに。いやじゃあ1分初手。なんでやねん、なんで減るんのお前。おかしいやろ。はい、いくで。もう3分な。はい、よーいスタート。これ仲間あるの。なんでヒントがないんの全部よ。何も言わねえ。そこ、ひろさんのさじ加減。一個やろ、これは。一個目やろ。一個な。ヒント、ヒント、ちょっと、うん、ここではない。おえー。お、俺が炊いたご飯は減ってない。勝手に食うととかないね。ちょっと難しいな。これジムとリンが入れ替わってる。変わってない。入れ替わってない。ゼロになりました。ちょっと待ってや、待ってや。ゼロじゃねえよ。いや、おい、ちょっと待ってや。でも待って、大丈夫。あの9個あるから今ゼロになる。ゼロになる。入れ替わってません。あ、これお、うわー、これグラス違う。すげえ、これ違う。ほら、言うてんの。これ俺言うてんな。一番多分分かると思って。これは1や。これで1だね。いや、この分からんや。毎日お前日替わりやんけ、こんなとこ。いいな、いいな。このガヤガヤしとるとこではない。ない。うん、こんなんは違う。今度お前らが、お前が勝手に勝ちでさ、これウーバーイーツを頭に適当にこうやっとくからさ、日替わりやねん。昨日なかったけど今日ある。あ、違う。なんでやろ、おかしいな。いや、玉ねぎ。いや、だからそうね、言うてん。こう言うてんな、そこ。はあ、じゃあヒントな、まだヒントな。こっちの空間やったら1個だけ。1個だけ、うん、ほらもうこっちは賢明じゃないな、うん、ああ、なるほどな。消去法やな、だからここと、まあ、これやないと。こんな狭い空間の中に他ある。あるよ。あとここのつぐらい。そこでもない。冷蔵庫の中かな。冷蔵庫の中はほんま日替わりやから分からんの。そこでもない。ない。こん中だけ。いや、冷蔵庫あったわ。あとは行こうと。じゃあサービスタイム、3本追加しとって。なんでアディショナルタイム入ってもだ。何やねん。こっちで3本与えて。分かりました。
もう、なんやろ、結構どうでもよくなってきてるね。なんだろうな。あ、こんな手前になかった。はい、ゼロになりました。なったやろ、おもんない。おもんない、このゲーム、マジで。いや、ほら、自分の家やったらな、やっぱり、わかるはずだよ。いや、わからんや、これ裏返ってるやん。ひっくり返ってる。忘れました。これ、昨日裏返ってませんでした。でも、今日裏返ってる。触ってない、あ、触ってないが入りました。まあ、ええわ、ここから、じゃあ、もう減るやつやめとこうか。もう減るやつやめとこうか。1ポイント、あと4つ。あと4つやろ。こんなんかないもんな。この中だけで、あと8つ。うん、8つ。この中だけで。じゃあクイズミリオネア方式とこか。あ、それちょっと頼むわ、うん、ヒントちょうだいよ、ヒント。テレフォンと、うん、50-50 と、うん、あとオーディエンス、うん、そう、あと何だっけ、うん、3つやな。3つやっけ、うん、分からない。どれ使いますか。4択でもないやつ。50-50やったら間違い、あの2個だ。俺がこれどっちでしょうね。どっちかはそのまま、どっちかは変わった。フィーティー、それがフィーティー。で、あとオーディエンスは、アキヒロのリアクション。おーとか、あーで、リアクション。で、テレフォンは、あの地元のやつに俺連絡するから。あ、どうやもん。で、ヒロキやったら何を入れ替えそうやもん。それいっちゃんコンビ。それいいな。それいいなやろ。もう、今度も言った方がいいやん。アキヒロのオーディエンスしかないやん。おーとか、おーやろ。ええやん。だから、あ、俺が指さしていくってことか。まあ、指とかダウジングみたいな、ダウジングみたいな方式でやっていいってことやろ。何をしようやん、これ。おぉ、いったやろ、今。今いったやろ。エッチな声が聞こえたの、この辺で。ちょっと行きましたね、秋色が。あかんねん。あー、ちゃうねん。いくらやちょこちょこ。いっきょんな。モザイクかけよ、この指。マジでやめたい。はよやめたい。しょうもない。じゃあ正解な。正解何？これとこれが逆。ああ。そしてもう全部答え合わせな。ほんまや。うん。この非合法の麻薬が。非合法。ここやったじゃん。うん。麻薬はここです。いや知らんわ。そして7時見よう。そして、うん。しゃもじが、うん。こうから、うわ一回入ったんだから。触ったから、俺ら、おぉ、よばってなって、おぉ、もう米の中身が発表しちゃったから。で、次これ、うん。この孤立しとる、この孤島があるやろ。うん、この孤島が、こうやった。うわぁ、おぉ、おぉ、クイズとして思んないゲームやなきゃ、これ。誰やこれ、さっき作ったやつ、ゲームを。サッカーはしやん。お前、これ。で、まあ、ここ一箇所やから、これだから。それ、ひっくり返ったから。忘れるのも分かった。ここだけ。これな。うん。こうやって俺逆に当てた怖いやろそれ。ああこれこれ、あ、ちょこっちこっち、こっちなんで俺、あ、こっち普段これいじっとうしてん俺。ここをほぼ愛しとうしてやる。あともあれコンセントです。あこれは分かりそうやわ。逆やこうが、うん、これは分かりそうやわ。俺昨日刺したもん。逆、うわ、いやでもこれはファインプレーよな。そうこれとこれすごいよな。でもこれやっぱな、うん、俺冒頭で言うとんねん、うん、これめっちゃヒヤヒヤする。多分絶対分かるよね、うん、これは分かるわ。だってまあ
だってなぜならこのコップを使ってるのは俺しかおらんから。あらま、うん、よいしょ。そうなんです、ね、俺嘘ついとるやほら。片方俺片方俺やから俺が使うからって。ああ俺が使うからバレちゃった。ホラーがバレちゃった。ほんであと一番最後、うん、これちょっと怖かったよな。え何赤乱ついてる。ついてた何出てて。うわこれは分かるやろ。あ、おもんないなでもにしてもおもんないな。えあこれが出たから何よう見て。おもんないな。かわいいやろこれ。あれこれな。これで最後にな。おもんないな。どうだからその5000円 か, だか2500円、うん、2500円で飽きると俺が折半かいう感じになりましたけど、それについてどういうことどういうことどういうこと。だからその俺はうん、だからその正解者あげますけれども、うん、外れた。しかもマイナスやったから、うんうん、失敗して失敗して、うん、だから俺は2500円2500円でいただきますよ。その分俺とアキロも時間を提供してるんで。やばこいつお前新しい詐欺始まったのやなんで勝手にバトルフィールドに俺立たされてさ金が発生したんだお前なあ。うわ硬いとここいつ触れかざす時に通ったここにどつくつもりがここに通ったなんか肉で欲しくなってたこう行こうか思ったけどでも顔見て金かかるんや思ったらこうちょっと腹立つがこうだった。刺すタイプ刺すタイプこいつこの豚いう感じでね。どういう感じやねん。何があったんだ今。ああ、おもんなかった。全くおもんない。いう感じでね。